それでは、本日のアダルトインプロシークレットナイト2です。どうぞお楽しみください。こんばんは。ああ、どうも。こんばんは。もう。ここの方？ああ、いやいや、まあ、トイレ行ってて。ああ、じゃあ、参加者だ。あの、この方っす。ああ、はいはい。あ、お客さんの方ですか？あ、もちろん。今日はよろしくお願いしますね。いえ、こちら。って言っても僕らは違いますけどね。ああ、まあ、そりゃそうか。お若いのにこういうとこ来るんですね。まあね、たまりますよね。いや、モテそうでしょ。ああ、いやいや、なんかあまりそういうのないんで、職場で。そうなんですか。おお、これはこれはどうも。こんばんは。はじめまして。ああ、はじめまして。今夜はよろしくお願いしますよ。こちらこそ、よろしくお願いします。参加者の方ですよね。ええ、もちろん。なんかすごいしっかりした人が来るんですね。え？私ですか？はい。なんかもっと適当な人が来る感じの場所なのかなと思ってて。ここはね、そこそこランクの高いお店ですから。なるほど。なんかすげえ豪華っすもんね。そう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 。あ、遅れちゃいました、私。ああ、ギリです、ギリです。ああ、すいません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。あ、皆さんどうも。ああ、増田さん。ああ、どうもどうも。それでは、申し遅れました。私、ディストピア店長の桜井です。どうぞよろしくお願いします。今日は、男女2名の参加ということで、これで全員になります。いくつかルール説明しますんで、そちらの方聞いておいてください。まずですね、今時間が、24時ぴったりですので、ここから5時間です。まあ、始発までって感じですね。朝の5時までこちらでお楽しみいただくってことになります。部屋なんですけど、こちらリビングと、あとはキッチンありますんで、そちらで軽食とか、飲み物とかありますんで、お酒とか、まあ飲みたかったり食いたかったりしたら好きなように使ってください。で、タバコを吸う方、ベランダでお願いします。そう。肝心な部屋を忘れてた。お部屋ね、まあいくつかあるんですけども、まあ全部似たタイプなんで、どこの部屋でも好きに使って楽しんじゃってください。あと、やる前なんですけど、シャワー浴びてください。ね。あんまこう、汚いの嫌な女の人とかね、いらっしゃるんで。まあ、そこら辺はユートピアとして楽しんでいただければなと思ってますんで。あと男性陣の方にお伝えしたいのは、ゴムは小さい方から順につけてってください。あんま見え張られてね、置き去りにされちゃってもトラブルになっちゃって困るんで。この間大変でしたもんね。あの時はすいません。ご迷惑おかけしました。はい、まあトラブルさえなければ、
こちらとしてはもう皆さんに楽しんでいただけるってだけでいいんで、まあ店の迷惑にかかんないように十分気をつけてお楽しみください。なんか質問あります？今日は若い人多いですね、よかったですね楽しませてもらいます。じゃあごゆっくり。これやるのとかってどうやって決めるんですか？ここからはあとは私たちの意思次第です。あ、もう自由な感じで、もう決めるんですね。ええ、なんかこう会話をこう楽しんでこうコミュニケーション取ってからとか。ああ、それも自由ですよ、もちろん。新しくないですか？もうやりに来てるんですからさ、やりましょうよ。まあそうですね。どうです？私もやりたいです。もうすぐ、すぐ。あ、じゃあ行きましょうよ。あ、はい。じゃあ。いいですね、若いってのは。ああ、なんだか、余り物みたいで申し訳ないんですが、よろしいでしょうか。こういう感じに決まるんですね。まあ、集まる人によっていろいろです。大丈夫。満足させますよ。行きましょう。はい、あ、行きます。おお。これはどうだ？最高っすね。え、何が最高っすよ。え、もう一週間分全部なんすか？え、なんでそんな溜まってんの？溜まっていやいやいや、なかなかできなかったんですよ。そうなんだ。いやー、もうやっぱいいね、なんかこういう後腐れもないっていうかさ、もう絶対今後さ二度と会うわけないわけじゃん、うちら。はい、そういう関係なんか最高だよね。ほんとっすね。なんかどう思われてもいいっていうかさなんか好き勝手できますもんね。そう、いや俺普段やりませんもん。噛んじゃった。え、何？何つった今。すいません。やりま？やりませんって言っちゃったんですよ。あ、なるほどね。じゃないですか。いや、首絞めとかやんないんで。いやー、なんかさ、なんていうの？私もさ、こう、すごい、今までの首絞めの中でも一番良かった。ほんとっすか？いや、ほんとほんとほんと、これはマジね。嬉しいっすね。え、ちょっとさもう一回さ、締めてみてよ。ちょっといいっすか？うん
なんか手のはまり方みたいなのがすごいんだよね。いや、俺もこんなにすべすべで。私さ、首絞めてもらえないといけないんだよね。初めてやった時がそうだったからかも。それは良かったです。僕も大好きなんですよ。そうなの？じゃあ、うちら相性最強説じゃそうですね。いやね、お姉さんの顔が今までで一番そそります。苦しんでるとき。本当？この目元のあたりが。まあ、いい感じ？私はさ、初めての人？お父さんだったから。だから、あんたみたいなさ、若いやつとやると全然かぶんないから。だから、何も考えないで気持ちいいってなれるのかも。いいね、若いって。いや、反応に困りますよ、それ。え、なんで？いや、家族とか、ダメでしょ、普通。でもしょうがないやん。そうだったんだもん。俺だってやりたいですけど。姉ちゃんがいるんですよ。もう、この気持ちが家族に対するのじゃないって知ったのが二十歳過ぎてからで。だから、仲いい人とかとできないんですよね。一夜限りの人としかできないっていうか。つらいなあ、青年。ねえ、じゃあさ、おいでよ。私のこと、お姉ちゃんの名前で呼んでいいからさ。なんていうの、お姉ちゃん。まゆみ。あんた名前は？こんな本名とか言っていいんですかね。下の名前ならいいんじゃない？なんて呼ばれてんの？お姉ちゃんから。たけるって。じゃあ、お姉ちゃんの名前。お姉ちゃんの名前で私のこと呼んでいいよ。たける。まゆみ。満足いただけたかな。